ダム湖100選プレートの例ダム湖100選は2005年に制定された制度で所在する地方自治体主張の推薦を受けて財団法人ダム水源地環境整備センターが選定したダム湖のことである。ダムは地水、離水に大きな役割を果たしているが、その一方で建設される水源地域への負担が極めて過重であった。水没予定地の住民に対する負担も さることながら、水没する地域の産業も大きく破壊されることから、ダム完成後急速に過疎が進行する地域、自治体が後を絶たなかった。八の素城紛争において、生活再建と地域振興が大きな問題として、クローズアップされ、これが1973年の水源地域対策特別措置法の制定に結実する。この法律で、事業者は、 法指定されたダムに関しては、地域振興のためのインフラ整備等を行うことが義務付けられ、これ以降特に大規模ダム事業においては、水徳法の指定によるダム周辺整備が行われた。一方、ンイダムなど法律の対象外となったダムにおいても事業者と地域住民による生活再建、地域振興策が検討されていった。こうして、水源地域にとって、 本来犠牲を強いられるダム建設を逆に観光資源として地域活性化に役立てようとする風潮が形成されていった。1988年にダム周辺地域の環境整備、水没保障、地域振興の促進を援護する役割を持つ財団法人ダム水源地環境整備センターが設立された。折から森林浴ブーム等で山間部へ足を運ぶ。 観光客の数が増加していたが、建設省は従来の閉鎖的なダム管理方針を大きく転換。1992年より地域に開かれたダム事業を展開し、建設省直轄水資源開発公団管理ダムについて地域振興のための積極的ダム開放と周辺整備を実施した。こうしたことから従来限定的であったダムの観光資源化が大きく、 促進され、宮ヶ瀬ダム、御所ダムでは年間100万人以上の観光客を集める一大観光地に成長した。この流れをさらに促進し、かつ地域に親しまれるダム作りそして変更的に見られがちなダム事業を正しくアピールし地域になくてはならない。ダムの役割を一般に広く認知してもらう施策としてダム湖100選が選定された。選定については所在する。 地方自治体市長からの推薦を受けたダム湖が選定されるが、その理由は様々である。百選に選定されたダム湖には、国立公園、国定公園に指定された場所に位置する、自然度の高いダム湖や、地域のレクリエーションスポットとしてのダム湖、温泉など、周辺整備により、観光地化したダム湖などバラエティに富んでいる。現在65箇所のダム湖が選定されているが、 今後増えていくものと考えられる。ありがとうございます。